ますか、マイク入ってますか、入ってませんか、そうですか、はい、大丈夫ですか、はい、大丈夫です、大丈夫です、注意点がね、潜るとことね、プールで潜るプールでもぐったりじゃないこれね、リハーサルでポロポロだったんですね、そうだったんですね、プールでも、もうぐったりでもって言われてるけど、ね、一番来たのは俺あのシワクチャシワクチャの笑顔に違う、そうそう、シワクチャの笑顔に真っ白な紙っていう歌詞をね、うん、シワがまず読めなかったんですよね、字がちっちゃいんでねそしてとどめはですね、真っ白な紙っていうのをヒゲと読んでましたからねあのおばさんに逃げ生えちゃったうそう、サビが歌えなくなっちゃったびっくりしましたけどね、いやなんか受けを取るにはすごいなって思いましたけ、ね、俺は奥、あ、じゃあ僕も奥に行きます、はい、はいはい、なんどん私が5センチ奥、え、大丈夫ですか、素敵ですか、はい、はい、どうですか、どうだ、みんな羨ましいだろう、俺は京子ちゃんと一緒にデュエットだぞ、おもうおかしくて涙が、本当ね、いやー、はい、もうこの曲歌ってね、笑ったの初めてです、ね、はい、でも本当もう名曲ですね、これはね、ありがとうございます、はい、これね、いろんな人がいいなって言ってくれます、はい、五郎さんも言ってくれたし、うん、よしこさんも言ってくれたし、あのなんと柳田寛さんもね言ってるっていうのを聞きましたね、おすごいですね、柳田寛さん天才キーボードプレイヤーですからね、うん、はい、はい、もう70過ぎてるのにね、あ、相変わらずスケベですからねすごいですね、はい、すごいですね、本当にステージですよ、でもそういう人は長生きしますね、そうですね、はい、そういう人はきっと長く生きますよね、はい、そんなこんなでね、どうも本当に今日はありがとうございました、こちらこそありがとうございました。またね、コタンが続くようでしたら、また来年も2月に、はい、ぜひ来てください、はい。はい。皆さんもありがとうございました。本当にね、はい、ありがとう。何？何？何？ごめん。大丈夫？大丈夫です。はい。じゃあみんなの歌をやります。赤ちゃんは誰よりも走るの早い、赤ちゃん給食もおかわりしてたくさん食べる、でも算数はなんだか調子が悪い、手のひら広げて数えてる、赤ちゃんカズマのベーゴマはほとんど無敵、カズマ大人が相手でも絶対負けない、でも本当の喧嘩は知ったこともない、いつでもニコニコ笑ってる、カズマヒロ君のお絵描きは確かにうまい、ヒロ君鉛筆もナイフで上手に削る、でも大勢で仲良く遊ぶの苦手、一人で描いてるみんなの笑顔、ヒロ君そのせいか肌の色がちょっぴり違う、でも知らない言葉を教えてくれる、母さんのお国の素敵な言葉、ともちゃん、あっちゃんは片付けが本当に下手、あっちゃん大切なものでもよくなくす、でもゲームのことなら誰にも負けない、いつも裏技覚えてる、あっちゃん、ゆかりは生まれつき体が弱い、ゆかりみんなと体育をしたこともない、でも読書の数ならクラスで一番、愉快なお話聞かせてくれる、ゆかりかっちゃんは父さんと二人の暮らし、かっちゃん病気で母さんはこの世にいない、でも父さんの料理も
捨てたもんじゃない。かっちゃんは洗濯と掃除の当番。かっちゃん、みんながみんな同じわけじゃない。みんながみんな同じはずじゃない。同じでなくたって関係ない。同じになんてなることない。みんながみんな同じはずじゃない。同じでなくたって関係ない。同じになんてなることない。何でもぼやけるみたい。でもみんなをまとめる学級委員、誰にも優しい女の子。なっちゃん、翔太はお風呂がやっぱり嫌い。翔太、頭を洗うのが一番嫌だ。でもプールで潜ったりするのは平気。マッシーはなんでだかお蕎麦がダメだ。マッシー、無理して食べたらかゆくなる。でもラーメンやうどんやそうめんなら大丈夫。大好きだよ。どんどん食べても大丈夫。マッシー、ゆうすけが好きなのは人形遊び。ゆうすけ、手先は器用だし字だってうまい。でも体を動かす遊びは不得意。お昼の休みも教室の中。ゆうすけ、たえちゃんに階段は難しい。たえちゃん、一人で登るのはなかなかできない。でも平らなとこなら問題ない。どこでもスイスイ出かけてくる。やっちゃんは漢字が全然読めない。やっちゃん、ひらがなでも時々間違える。でもどんなに寒くても表で遊ぶ。やっちゃんは風の子、元気な子。やっちゃん、みっちはとにかくおしゃべりが好き。みっち、ほっとくといつまでも話は続く。でも大好きなテレビは黙って見てる。アイドルのドラマがお気に入り。みんながみんな同じわけじゃない。みんながみんな同じはずじゃない。同じでなくたって関係ない。同じになんてなることない。わけじゃない。みんながみんな同じはずじゃない。同じでなくたって関係ない。同じになんてなることない。競馬が好きだ。キムちゃん、友達を集めて馬主になった。でも本命も大穴も全然取れない。小遣いはどんどん減るばかり。キムちゃん、タケちゃんの仕事は惣菜屋。タ
けさ仕込みで毎日早起きしてる。でも売り上げはどうやら少ないらしい。今夜のおかずも残り物あけさ。西庵の酒癖は結構悪い。西庵東北の鉛で管を巻く。でもお酒を飲まなきゃ静かで真面目。飲まなきゃ喧嘩をすることもない。西庵健さんは短期でピッタッ早い。健さん浮世絵みたいな背中やお尻。でも子供に優しく女に弱い。お菓子や飲み物おごってくれる。サブちゃんはお化粧や炊事が得意。サブちゃん裁縫も上手で何でも縫える。でも恋人がいるのに結婚できない。サブちゃんのいい人は男前。サブちゃんヨネさんが育てた子供は8人。ヨネさんしわくちゃな笑顔に真っ白な髪。でもお嫁に来た頃はとびきり美人。玄関に飾られた小さな写真。ヨネさんみんながみんな同じわけじゃない。みんながみんな同じはずじゃない。同じでなくたって関係ない。同じになんてなることない。じゃない。みんながみんな同じはずじゃない。同じでなくたって関係ない。同じになんてなることない。みんながみんな同じわけじゃない。平野と工場じゃない。稲野と平野。
のとこばっと京都どうも。そんなわけでね、一応ステージは終わったわけですけど、やっぱりアンコールっていう感じで勝手にやらせていただきます。聞こえてきますね、すごい万来の火災が聞こえますね早くないそんなわけでね、最後の曲はね、やっぱりあの今日わざわざね、そうですね、墨田区の方から、あ、江東区の方から、はい、江東区ですね、はい、はい、来てくださった京子ちゃんをメインにで、はい、ね、なんて俺たちがこういう曲でこういうこういうコーラスをやるのか不思議な感じがしますけどね、やりますか、はい、はい、じゃあ皆さん今日はどうも本当にありがとうございました。3時間ちょい落ち着いていただきました、ね、ありがとうございました。です、あとね2週間見られますからね皆さんね、はい、何度も何度も京子ちゃん見てください、はい、そうですね俺たちは適当に流してください。 そんなわけで、稲野と平野と小葉と京子でした。はい、はいはい、じゃあ終わる。あれ？え？ワン、ツー、え？え？どうでしょう？そうそう、合ってます。え？合ってる合ってる、うん、すいません。なんでさ、失礼しました。俺じゃないだろ。俺だった、ごめんなさい。俺同じことやってたから。すいません、俺でした。ワン、ツして川を下り、いつかの海も越えて、もしも風になれたら走り出そうか、どこまでも行ってみたいんだ、風になれたらまたね、またねここで、またね、またねきっと
またね。またね。ここで。またね。またね。きっと今は会えなら一緒に行ってみましょう。またね。またね。またね。ここで。またね。またね。きっときっと元気で会いましょうもきっと元気で会いましょうも。稲野と平野と小葉と京子稲野と平野と小葉稲野と平野と小葉じゃない稲野と平野と小葉と京子稲野と平野と小葉と京子稲野と平野と小葉稲野と平野と小葉じゃない稲野と平野と小葉じゃない稲野と平野と小葉じゃない稲野と平野と小葉。